レストランのナシチャンポール系食堂のナシチャンポールバリのナシチャンポールはインドネシア及びその周辺地域のマレーシア、シンガポールなどで見られるご飯を盛った皿にお好みで選択したおかずを乗せる形式の食事、転じてその料理名である。インドネシア語やマレー語でナシはご飯、カンプルは混合、混ぜるの意味であるが、韓国のビビンバのように必ずしも混ぜ合わせて食べるということではなく、複数のおかずを寄せ集めて乗せたご飯の意味が強い。ナシチャンポールはポピュラーなローカルフードであり、屋台やレストランや食べられている。食器をできるだけ使わないで食事をするのはこの地域の文化であり、日本の丼物にも通じる部分がある。同じようなおかず、同じようなスタイルで家庭でも食べられているが、具体的な料理名を示しているわけではないので、家庭ではこの言葉で呼ぶことは少ない。店で食べる際は、スプーンとフォークが用意されているが、右手のみを使って食べる人も多い。そのため、フィンガーボウルも用意されていることが多い。料理の選び方や支払い方法は、一膳飯屋やカフェテリアに似ていて、基本的には、客が好みで料理を選んで最後に、それを清算するのが、一般的である。ただし外国人向けのレストランなどではあらかじめおかずが選択されていて客が選べない場合もある。基本的にワンプレートに収めるが店で複数の人数で取り分けて食べる場合はこの限りではない。また、スープ類は例外で別の食器を使うが、中にはそれもご飯の上からかけてしまう人もいる。屋台では持ち帰りもでき、この場合は油紙に全体を包んで、さらに新聞紙で包んだり、袋に入れてくれる。スープはビニール袋に入れてくれる。なお、昔は油紙を使わず、バナナの葉を用いていた。ナシチャンポールのご飯は大抵普通の白飯であるが、ココナッツジュースを入れて炊いたものや、ターメリックを入れて、黄色くしたご飯を選べる場合もある。マレーシアの場合は、ご飯にココナッツジュースを入れて炊いたご飯を使うことが多いが、この場合はナシチャンポールとは呼ばず、このご飯の名を取ってナシレマと呼ばれる場合が多い。これは油ご飯の意味であり、油はココナッツジュースに含まれるココナッツオイルを指している。インドネシア語でナシウドゥに相当するが、これは米の調理方法を表した名前であり、おかずが重要なナシチャンポールとは、意味が変わってくる。乗せるおかずは大抵インドネシア料理やマレー料理ということになるが、食材は肉、野菜、ピーナッツ、卵、テンペ、クルプックなどが多く、そしてテーブルソースにもおかずにもなるサンバルも欠かせない。どちらの国もムスリムが多いので、豚肉は使わないことが多く、またヒンドゥー教徒も一定数いるので、牛肉も避ける場合が多く、肉料理は圧倒的に鶏肉の場合が多い。野菜類の料理は一部の地域を除き、火をよく通してある。熱帯ということもあり食中毒防止のため、香辛料を多く使い、濃い味付けの料理やパームオイルで揚げた料理も多いが、味付けは地方によってかなり変わる。ありがとうございます。